ハムリーズは世界最古の玩具店である。1760年にウィリアム・ハムリーによってノアズ・アークとしてロンドンのハイ・ハルボーン231番地に設立され、1881年にリージェント・ストリートに移転した。500万人が毎年訪れる観光名所になっている。系列店はイギリスと世界中で展開され、近年では新興国を中心に 店舗展開を加速させている。ハムリーズは2003年にアイスランドの投資会社であるボーガーグループによって買収されたがグループの債務不履行によりボーガーの主な投資家であるランズバンキ銀行に引き継がれた。2012年9月にフランスのおもちゃ小売会社のグループルデンドが6000万ポンドポンドでハムリーズを買収した。多くの店が 名 CS のように所有者名 S を使用するのに対して、ハムリーズは意図的にアポストロフィーを除いて使用している。ハムリーズは世界で最古にして最大のガング店である。店名はノアの箱舟と呼ばれるガング店を1760年にロンドンのハイハルボーン231番地に創業したウィリアム・ハムリーに由来する。店の所有権は家族に引き継がれ。 1837年にハムリーの孫が経営した当時には顧客には王公や貴族が連なり有名になっていた。リージェントストリート200番地の支店は1881年に開店した。ハイハルボーンの支店は1901年に火災で焼けてハイハルボーン86、87番地に移転した。リージェントストリートの支店は後に188から196番地に 拡大した。1938年、ジョージ5世の妻のメアリー・オブ・テックは、ハムリーズを御用達に指定した。第二次世界大戦中、リーゼント・ストリートの店は5回爆撃された。1955年、エリザベス2世は、ガングと運動用品の小売店として2度目の御用達に指定した。ハムリーズは2003年6月に、アイスランドの投資会社であるボーガーグループによって、 買収された。ボーガーの破産時にガング店の株式はアイスランドのランズバンキ銀行に引き継がれた。2012年9月にフランスを拠点としてベルギー、スペイン、スイスでも同様に展開するおもちゃ小売り業のグループルデンドが6000万ポンドポンドでハムリーズを買収した。1881年に期間店をリーゼントストリート200番地から 世界最大の玩具店である、現在の188196番地へ移転した。ハムリーズのロンドンの基幹店では7層で総面積5万4四千平方フィートである。それぞれのフロアは異なる分野の玩具を扱っている。1990年代末にハムリーズはスパイスガールズの商品を専門に扱った。一階は伝統的なソフトトイや定番のテディベアやカメやイルカや、 キリニア、ゾウのような野生動物のぬいぐるみを扱った。1987年に、ヨークに2店目が開店した。しかしわずか12ヶ月未満で閉店した。ハムリーズは1980年代末に、シェフィールドに店舗を構えていた。1980年代初頭に閉店した、ムーア、ロキンガムハウス36-38番地の古い、ロバートブラザーズ百貨店の一部を拠点にした。 高いレートと予想を下回る売り上げで数年で閉店した。ハムリーズは同様に複数のイギリスの玩具会社を所有する持ち株会社でもある。最も特筆すべきは2004年にイギリスのテディベア会社を買収したことである。元はドミニク・リチャーズによって創業され、ハムリーズの成功を証明することに失敗して2年間で8店舗閉鎖された。 これら旧経営陣の大規模な拡張の失敗の結果、ハムリーズは最も成功した空港でのアウトレットの運営に注力するようになった。ハムリーズはロンドンヒースロー空港やガトウィック空港やマンチェスター空港に小さい店を出店した。同様にセントパンクラス駅と北ヨークシャーにヨークデザイナーズアウトレットを構えた。2009年11月26日、ハムリーズは グラス号に出店した。3万平方フートでストリート、イノックセンターの拡張と再開発に100、100万ポンドかけた。同様により限られた品ぞろえの商品を販売する、スーインドンのスーインドンデザイナーアウトレットも開店した。このアウトレット店は2010年2月に閉店した。2015年3月19日にハムリーズはエセックスにレイクサイドショッピングセンターを開店した。 スウェーデンの丸目のエンポリアの店舗1987年にニューヨークにハムリーズの2番店が開店したが12ヶ月未満で閉店した。ハムリーズヨーロッパでの足跡はデンマークと2008年10月以降アイルランド共和国のダブリンの3250平方メートルの店舗である。2012年10月12日にストックホルムの中でハムリーズの店舗が開店した。 2013年9月19日にハムリーズの店舗がノルウェーのオスロで開店した。2014年4月にデンマークの4店舗すべてが親会社のキッズリーテイルズの破産により閉店した。ハムリーズはヨーロッパ以外では初の店舗を2008年6月18日にヨルダンのアンマンで開店した。2008年11月4日にドバイのフランチャイズ店が2店舗開店した。 2010年4月9日にインドのムンバイで南アジアで最初の店舗が開店した。22000平方、フートの店舗はインドの金融の首都に位置するインドで2番目の店舗は、チェン内で1万1000スクエアフィートの店内には客が内部を歩けるロンドンバスが鎮座する。現在ではデリー、アフマダーバード、バンガロール等、インド国内20店舗を要する。ハムリーズは サウジの首都のリャドに2012年1月26日に開店した。2012年にハムリーズはロシアの最初の店舗を開店した。現在はモスクワに2店舗を構える。2013年にハムリーズはインドで20店舗開店する計画を発表した。同様に2013年11月に東南アジアで初の出店となるクアラルンプールに出店する計画を 発表した。現在ではマレーシアでは3店舗を構える。2014年にハムリーズはフィリピンで最初の店舗を開店した。12月21日の正午に開店した。フィリピンでの2番目の店舗も同様に翌年に開店する予定である。2015年にアブダビのフランチャイズ店が2店舗開店した。2015年8月20日に南アフリカ最初の店舗が ヨハネスブルグで開店した。キプロスのニコシアに1店舗ある。日本では2018年5月25日にバンダイナムコアミューズメントとフランチャイズ契約を締結。2018年11月30日に横浜、同年12月1日に博多で日本におけるフランチャイズ店を開店した。1990年代からハムリーズは イギリス向けの販売しないサイトとアメリカ版の二つのウェブサイトを所有する。これは1999年に hamleys.com の立ち上げによって変更された。このサイトは通信販売で世界中に向けて商品が出荷される。ハムリーズの最高経営責任者はマーケティングマガジン誌に私たちはトイザラス、トイゾーンや イートイズのような利益率の低い価格で勝負するような競争に巻き込まれる気はないと述べた。2006年にウェブサイト上のグリッチは顧客のどの商品も60%値引きできると主張した。2013年に基本的なアプローチにエッケンサルティンシーはブランドの価値を多く損ねるべきではないと批評した。ありがとうございます。